こんにちは、ビビアンブライズの吉原です。今回はタキシードの動画となっております。ご神父様のドレスと合わせて見ていただきますので、ぜひタキシード選びの参考にしてみてください。まずは V3090 のタキシードです。ショールカラーは2枚重ねで濃淡をつけ、アクセントを加えたデザイン。ぬくもりと品格あふれるタキシードなので、花嫁を引き立たせつつ、ご新郎様の個性も感じさせるタキシードです。全体にとても美しい光沢があり、角度によって表情豊かな雰囲気を演出します。お次は RVT330 のタキシードです。細かいドット柄がポイントとなっております。アイボリーのお色にすることにより、ご神父様のウェディングドレスの白さを際立たせるタキシードです。ウエストのシェイプラインを従来のタキシードより絞っていますので、足長に見えます。お次は V3096 のタキシードです。ラペルトップに施された切り替えがアクセントをつけるショートスタイルのタキシードです。ナチュラルな光沢感のウールのシャンブレーグレーを使用しました。グリーンミックスのシルバーストライプとグレーの蝶ネクタイでおしゃれなコーディネートです。お次は V3105 のタキシードです。希少価値の高いキットモヘアを織り込んだ特別な存在感を誇るエレガンスなタキシードです。ロイヤルサックスとネイビーベストが見せる美しいコントラストで、スタイリッシュなお衣装となっております。お次は V3097 のタキシードです。深みのあるターコイズグリーンを微光沢のウールポリエステル素材で表現。ベストは同系色のダークトーンで、モードなニュアンスをプラスしたタキシードです。グレイッシュなピークドラペルでフォーマルな仕上がりとなっております。はい、皆様いかがでしたでしょうか。本日の動画参考にしていただいて、ぜひ皆様タキシード選びお楽しみくださいませ。それではありがとうございました。